本日もですね、やってまいりました。ハラスメントとは何かというところから始まってですね、でしょ、2番はですね、パワハラを判断する、どう対応する、そして3番はですね、ハラスメントのない職場を作るにはと、まあ、3章まで進めてきて、今回は最後、第4章のですね、パワハラ被害とどう向き合うか、まあ、この講座のですね、4章、多分真骨頂ですね、なかなか言われないようなことをちょっと踏み込んで解説していきたいと思います。非常にですね、私の努力不足ですが、事前に文章化しようと思ったらですね、とても1枚の紙に収まるような話ではなかったので、あの見出ししか書いてありません。大きく2つのテーマ、1つはパワハラの力学、もう1つはパワハラそのもの、パワハラっていうタイトルは非常に雑ですけどね、に分けて解説をします。1番、第1章から話している通りですね、職場で崩壊、職場崩壊が起こるようなパワハラとか、人手不足が原因のパワハラが増えてるって言ってるんですけど、これらはですね、構造的に発生するパワーハラスメントだと考えられます。つまり誰か特定のなんかちょっと変なハラスターが紛れ込んで引き起こした事件とか、誰かと誰かの関係が悪化したことで起こったというよりは、人が足りなきゃそれはハラスメント起こりますよっていう必然としてのパワーハラスメントですね。実際にですね、これ本当にですね、構造的に発生するパワハラだっていうのは、でさっきも介護とか看護の職場で大量離職って言ってるんですけど、職場の環境とかもあって、この職場でこういう状況になったら必ずこうなりますよねっていう、そういう何ですかね、数学の数式というかですね、科学実験の結果みたいなことが範囲をしたように正確に繰り返されてます。介護施設は特にですね、利益を追い求める経営者が運営をしている場合はですね、人手が足りません。そういう状況では仕事に余裕がなくなって、仕事に余裕がないとギスギスします。ハラスメントが起こるんですよ。で、そういう職場では例えば休んだりしても、体調不良で休んでも、体調不良で休むことを責められるんです。会社には安全配慮義務があるのに、なんで休んでるんだね、君は早く出てこいって、いつ出てこれるんだ、いやコロナだって言ってるじゃないですかって、熱が下がったら来いっていうですね、人がたくさんいたらこんなことにならないですよね、いいよ休んでと言えない状況からなってるので、構造が引き起こしているんです。特に僕見てて思うのは、介護施設では必ずと言っていいほど人手不足、ハラスメントの蔓延、そして大量離職っていうコースに向かってます。人が十分に足りてる中でハラスメントがどうこうみたいなのはレアケースで、大体人が足りてないんです。で、大量離職することでさらに人は足りなくなる、さあ悪循環ですよね。ぐる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 いって、そして最後は深刻な虐待問題とかですね、コロナ のパンデミックとかですね、コロナの時期だとですね、そういうことにもつながるリスクをはらんでいる、本当に深刻な問題です。構造的にですね、発生するパワーハラスメント、これはあとですね、介護施設に絞って言えば、ほとんど多くの介護施設で実はこれが起こってるんですよ。実際に構造的なパワーハラスメント、なぜならば介護っていうのは法律で報酬が決まってます、予算決まってます。その中でやろうと思って経営努力をすると必ず人は足りなくなります。人件費が一番高いからです。その中で人が足りないっていう中でハラスメントを必然的に起こってしまう、これを防げるのは労働組合だけなんですよ。労働組合のない職場でハラスメントが一切起こってない介護事業所っていうのはほとんど奇跡に近いようなところだと思います。で、具体的に言うとちょっと角が立つのであれなんですけど、ハラスメントの起こり方も本当に類型化というかです、ね、典型化してます。この立場の人がこの立場にこういう嫌がらせをすることが頻発する、予言者みたいな僕が言い当てられるんです。そうなった時に、ということは誰々さんの職業はこうだね、そしてあなたはこういう嫌がらせも他に受けてると思って、なんで分かったんですかって、いや、それは同じようなことが全国で起こり続けてるからなんですよ。だまずですね、パワーハラスメントの中には構造的に発生するものがあって、それは増えてるんだと。今介護の話だけしましたけど、例えば営業でノルマがきついとか、そういうところでも構造的にハラスメントが発生するんですよ。そういう業界ごとの、職場ごとのもあるんですけど、業界ごとの特色でハラスメントが発生しやすいみたいなところがあるということはですね、まず理解してほしいと思います。ちょっと踏み込んでますよね今回は。2番はですね、支配の道具としてのパワハラ、これ一番あってはならないんですけど、あるんですよ。
少ない人数で回したい。そうですよね。実はさっきの構造的なパワハラも支配の道具としてのパワハラに当たるんですけど、少ない人数で回したいと。だから、体調悪くても休ませな いで、その職場の中では休むイコール具合が悪くて休むにしても有給使うにしても悪です。だから、効率よく人を雇わないで済むように休んだ人を徹底的に詰めるとかですね。でそれでハラスメントをやって言うことを聞かないやつを追い出して入れ替えるみたいなですね。誰かが見せしめのように吊るし上げられてると、それ怖がるからみんな反抗もしなくなりますよね。そうやってあえてハラスメントを行って支配していくっていうと、作為的にやってるケースもですねあるんですよ。あとは構造的に発生するハラスメントの中では、管理者の人がですね、人がいないからハラスメントしちゃうんですけど、人が足りなくなると絶対来なさいって怒ってるんですけど、それ誰のために怒ってるって、経営者のために怒ってるんですよ。これ支配の道具にしてますよね。少ない人件費で済ませるためにハラスメントはあえて起こさせる。で社内のルールを社内規範、つまり悪質なブラック企業だったら経営者だけに富が集中するような仕組みを揺るがすような発言をしてるやつは徹底的に潰すっていうことをやっている人たちもいます。あとサービス残業をするさせる、それを断った人間を潰していくみたいなですね、そういう支配の道具としてのパワハラも残念ながら蔓延してます。本当にひどい、ね、じゃあ3番です。ここがですね、新しい目線で、また結局お前同じこと言うのかっていう話になるんですけど、職場でパワハラを目撃したらどうする、どうしますかね。職場でパワハラだと、パワハラなんじゃないか。これは当然ですよ。特に組合員の皆さんはですね、自分が被害者じゃなくても絶対に見捨てちゃいけません。職場のパワハラの被害者っていうのは、その誰か一人が苦しんでる。で最近のハラスメントはですよ、ほとんどが構造的なパワハラ、そして支配の道具としてのパワハラです。そうじゃないとしてもパワハラが起こってあなたが目撃しているという状態です。つまりこれは経営者だって知ることができる状態なんですよ。にもかかわらずそれが続いているということは、経営者は放置してます。経営者はパワハラを対策するためのコストを嫌がってるのかもしれないし、あえて支配の道具に使ってるのかもしれないし、でそんな時にですね、パワハラを見捨てたらどうなる。その人は辞めていくでしょう、場合によってはそのうち追い詰められて。本当に最近パワハラでの離職が相次いで心を痛めてます。その時に自分じゃなくてよかったっていうふうに思うのはのんきです。誰でもいいんです、パワハラのターゲット。そうですよね、誰かが職場でいじめられるようになるんですよ、人が足りないと。ですごい大きなノルマをかけられたら、誰かちょっと目に見えてケチのつけどころがあるやつがそのはけ口にされていくんですよ。で場合によってはちょっとした上長とかにそのはけ口を与えることで満足させて、不満の矛先が経営者に向かないようにしているんです。でこの循環を断ち切るには困ってる人を助けないとしょうがない。仲間にして励まして、その人の問題を解決することで、実はその人の問題を解決するっていうことは、この職場のハラスメントの構造にメスを入れていくことになるんですよ。でしかもその人と助けている自分がいれば、1人じゃなくて2人はいるんです。その状態で3人4人とですね、被害に遭った人とか現状に不満を持っていて、これはちょっと自分も遠からず危ないんじゃないかっていう人を巻き込んでいく名誉を作っていくことで、仮に構造的に人手不足だとしてもですよ、ハラスメントを食い止めて、そして人手不足を解消しろっていう交渉で、もうハラスメントを食い止めた次に私たちはやってるんですよ。そこ、初めからまずそれは要求はしてますけど、そろそろ着手しろというふうにですね。で実現をして、辞める人が辞めない職場を作っていく。職場でのパワハラを目撃した、無視した、その数年後には自分の職場追われてるかもしれないですよ。職場崩壊してるかもしれないし、ターゲット自分になってるかもしれない。そうじゃなくても周りでハラスメント起こって、毎月なんか被害者が出て辞めていくみたいな環境に自分が心を痛めて辞めるかもしれない。だから職場でのパワハラを目撃した時に、まず自分事だと思って見てください。この人かわいそうだなの気持ちも大事ですけど、自分事だっていうのは別に私が被害に遭ってると思えというよりは、この職場の環境はこういう環境なんだなという理解をして、そして相談につなげるようにですね、
してもらえるとですね、それがさっきも言ったように本当にパワハラかどうかをさておいて、まず組合に入ればやることはあるんですよ、できることはあるんですよ。でこれを放っておくのは余裕があったら助けてあげてくださいじゃなくて、これが皆さんの目に届いているということはもう職場の状況はのっぴきならない状態だと判断した。例えばですね、よくあるんです、社内集会で社長が大声で A さんを怒鳴り散らしてるのが見えると、けど私じゃないからって、いやいやいや、その風土は異常でしょうっていう、そこにメス入れていかないと、自分がいつ同じ目にあったと文句言えないですよっていうことなんですよね。この状況を変えていく力を持つのは労働組合だけなのでですね、なのでぜひこの職場のパワハラを目撃したらどうするっていうところは、本当にですね、情けは人のためならずというところで、自分自身の身を守るためにも積極的に職場の困っている人には声をかけてください。これにつきます。そしてですね、2番、ここはさパワハラって書いてあって、実はなんでこんな雑なタイトルかっていうとですね、途中で書くのやめちゃったからなんですよ。すいません、本当調整して特に現地に見に来てくれた方にはですね、あまりにもちょっとまとめるにはちょっとなみたいな、もうさらに踏み込んだ3つをお伝えします。特に3つ目についてはですね、本当にパワハラの落とし穴なので、戦って勝ったからといってみたいな話につながるのでですね、まず1つ目はですね、パワハラ相談を受けるときに心がけること、僕も心がけてます。これはまずですね、パワハラかどうかの判断はすごい難しいです。そして罪もない人に、仮に罪がない人に罪を着せてしまうのは非常に問題になることでもあるし、会社にハラスメントじゃないことをハラスメントだというふうにさも当然のように言うと、それはそれで交渉の妨げにもなってしまいます。何でも言いがかりつけてくるんだみたいになったら、相手もまともに話聞かなかったりとかですね。だからパワハラかどうかもすごく慎重に僕は判断するようにしています。だけどその人が何で電話かけてきているかっていうと、辛いからなんです。相談したいからなんです。ここだけは絶対に見失わないようにしてください。その人の心に辛い、ひどい目にあったっていう気持ちは確かに存在する。それは変えようのない事実なんです。そこには寄り添ってあげて、じゃあ何ができるのかっていうところにシフトしてあげてですね、大体わからないとやられたらやり返したいって思ったりとか、なんとか仕返ししたいみたいに思う人は一定数いるんですよ。損害賠償を取りたいとかですね、気持ちはすごくわかります。その時に、いやあなたのはねパワハラじゃないから無理だよ、無理無理無理みたいに弾いちゃったら、すごく心は辛い思いをしますよね。丁寧に説明しながら、辛いっていう気持ちに寄り添いながら、もしも例えば保証まで求めるなら録音がとか証拠が必要なんだよっていうこと、それができなくても職場を変えることはできるし、自分の身を守ることはできるんだっていうことを、辛さに寄り添いながらですね、しっかりと伝えてあげてほしいっていうのですね、パワハラ相談を受けるときに心がけることです。ハラスメントじゃないからとかと、そんなのはあなたの妄想じゃないのかみたいなこと絶対言っちゃいけません。辛いっていう気持ちはどんな状態であっても、例えば職場でさらにですねメンタルが追い詰められて、ちょっとこの後にも話すことなんですけど、事実でないことを事実だというふうに主張するようなケースもあるんです。本当に極限まで人は弱るとそういうふうになり得るので、それに対してもバカにせず、辛いからそうなってるっていう背景は絶対に置き去りにせずにですね、寄り添ってできうることっていうのを一緒に探していくっていうのがですね、パワハラ相談を受ける時の心構えです。知識より何より寄り添う心がですね、まずは大切で問われるということをですね、皆さんもぜひ覚えておいてください。そして2番です。パワハラが起こった、そんな職場やめた方がいい、いやよく言われます。うちの支部がある介護事業所は一つの例外なくというかですね、ほとんど、一つの例外なくと言ってもいいぐらいですね、辞めたいと言ってきました。ハラスメントがひどい、虐待がひどい、辞めたい、こんな会社辞めたい、ね、ハラスメントが起こったら辞めたいと思うのは人情です。しかしですね、私たちの組合の辞めたいと言ってきた支部の辞めた人もいますけど、職場に踏みとどまった仲間をみんなですね、辞めなくてよかったと言ったり、職場環境が改善されたのを実感してます。ハラスメントが起こった時にその職場を辞めた方がいいかという質問について、これはですね、個人のレベルでその人がもうすでにハラスメントによって相当に弱ってしまっていて、
職場のことを思い出すだけでも無理だとなっていたら、そんなところに無理して通い続けて自分を潰してしまうことは、その人の職業人生にとっても大いにダメージを残すことになるので、それは逃げたっていいですよ。ただみんなでやめようみたいなのは絶対にやめた方がいいと思います。それよくですね、これを会社側の労働者の味方に立つようなふりをして会社側の言説に立ってですね、例えば何ですかね、ご利用者さんとか、つまり介護施設ですよね、あと保護者、これは保育とかの現場ですよね、から辞めるなんて無責任だっていうクレームを労働者に浴びせるなみたいな話を擁護するような程度言ってる人はいるんですけど、僕は無責任だと思って言っているわけではなくて、このパワハラが起こったで、みんなで辞めようみたいなケースで、なんで辞めちゃいけないかっていうと、みんなでって意思統一が図れてるんですよ。みんな揃ったら職場を変えれるからなんですよね。よくですね、仲間のユニオンも言います。職場は労働者が回してると。職場に経営者なんて一握りしかいない、ほとんどは私たち労働者だって言ってるんですよ。だから私たちが職場を決定づけて変えることができるんだっていうことをしっかりと自覚して認識すればですね、これがですよ、パワハラが起こって一斉退職じゃなくて全員でストライキ打ったってなったら、もう使用者どこまででも譲歩しますよっていう状態を伝えて組合を作るべきだと思います。でこれは組合 の僕古い言い方をするとオルガナイザーオルグがですね、組合員を増やしたくて言っている営業トークではなくて、この問題から集団退職した先はどうなるんだ、実は先ほど会場でもですね、そんな質問がちょろちょろと出たところなんですけど、その先に待っているのは地盤沈下だと思います。どういうことかというと、僕は見てますと、介護の施設で同じようなハラスメントが反抗をしたようにですね行われていること、さまざまなところ、全部のところでとは言わないですよ。だからもしかしたら次の職場では同じ被害に遭わないかもしれないけど、次の職場では全く同じハラスメントが起こって同じ被害に遭って、また退職離職を余儀なくされてしまう可能性があるんです。職場の就労環境って今いる職場の就労環境を良くしない限り、理想の例えば幸せを運んでくれる青い鳥なんていないんですよ。自分でちゃんと探して立ち上がって変えていかないといけない。ここはひどすぎるからちょっとって思って、本当すさまじくひどい、私たちの支部があるところでも職場でした、例えばですよ、どことは言いませんけど、それも改善したことで周りよりずっと良くなったんですよ。どれだけ悪い職場でも、それはその構造がより激しくなる要因があったに過ぎなくて、みんなで立ち上がって支えている職場は必ず職場環境が良くなります。でこれをみんなが放棄してしまうと、いろんなところで、そしたら経営者どうするか、急いで次の労働者を探します、同じことが起こります、繰り返されて、そうすると職場のこの構造的に発生するパワーハラスメントがもっと構造として強固なものになるんです。集団退職かって、じゃあその対策も打っておこうかみたいになってますね。そんなことをされたら集団退職前提にされるかもしれないみたいな労務管理も行われるようになるし、どん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 そういう職場が増えていってしまうことにつながるんですよ。それ社会的にもありますけど、自分自身も同じ業界で働くなら、今は逃げられても5年後はどうか10年後はどうかっていうと、結局逃げたはずの地面がどんどん沈んで、それで地盤沈下って言ったんですよ。隣に逃げてもどんどんハラスメントなんて当たり前だっていうふうになっていくと、どんどん労働条件悪くなっているので、逃げた先がマシだったとしてもちょっと地面が下がっててですね、で次ちょっとマシだなと思うと結局全体が落ちていくので、最後はハラスメントの被害から生き残れなくなるみたいなですね、そういうことにつながってしまうと思うんです。だからパワハラが起こった、そんな職場はやめた方がいいということに対する答え、一人で相当追い詰められてたらしょうがないで、ただ一人でも元気だったら変えてみればいいと思うんです。残念ながら今ハラスメントが本当に起こらないようにっていうふうに力を砕いて全力でってやって結果を出している会社なんてほんの一握り、それもその経営者とか担当者が変わればどうなるか分かんないんです。確実に安全を担保するには労働組合がしっかり機能しないといけません。この間ハラスメントが本当に増えて精神疾患に罹患する人が本当に増えてしまったことと同時に起こっているのはですね、深刻な労働組合の組織率低下です。そしてこの組織率というのは 16. 何%とか言われますけど、
その16.何%の大半を占めるのが社内労組です。つまり社内労組はハラスメントと戦えないわけですから、構造的になかなかほとんどゼロに近いからこうなっちゃってるっていうふうに言うことができるんですね。だからハラスメントの問題を一つでも多くの問題でしっかりと突きつけて改善を促していくことで、社会的にももっとちゃんと対策が取られないといけないと。ハラスメント窓口もただ設けるだけじゃなくてこうしないといけないを常識にしていって、で改善をみんなでやっていかない限りは職場の根本的な問題を解決できません。どうかですね、そういう意味でも例えば YouTube とか見てらっしゃる方もいるな、いろんな地方の方とか、場合によっては何ですかね、海外の方とかもいたらいいなと思って話してるんですけど、そうやって一人一人が立ち上がることは一つ一つの職場のその問題とのに対して改善の促しが始まるということ、非常に意義が大きいことです。会社は労働組合は強い力を持っているのでですね、会社はその組合に迫られれば良心からではなく経営の危機を感じて改善に向かうものなんですよ。ぜひですね、パワハラが起こったっていう時はその職場辛くて辞めるとか本当トラウマになってるから無理っていうのを止めることは絶対にしません。自分が潰れちゃ一番ダメですから。ただできれば仲間は探せないかとか、あとそうなる前にあれこの会社はと思ったらみんなで立ち上がる準備をしてほしいなと思います。そしてですね、会場の方には何を言い出したんだこいつはって思うかもしれないですけど、 YouTube でご覧の皆さんもですね、集団退職しようみたいなことだったらぜひプレカリアというのにご相談ください。その集団退職しようの集団の力があったら職場環境は確実に良くなります。そして最後にですね、3番、自分で自分を苦しめてはいないか、過去 PTSD 化と認知の歪みというですね、ちょっとこれは僕だったりですね、委員長がですね、普段議論をしてしたりですね、よく相談を受けて気づいたことというか話し合ったりしている中で、こういうことあるよねみたいなところをもとにですね、いろいろ話していたら、そういうことを言ってる論文じゃないんですけど、役に立ちそうな論文も出てきたぞみたいなことでですね、話すところなんですけど、パワーハラスメントを受けると精神疾患に罹患する、ここまではよく日本で広く知られるところだと思うんですけど、PTSD 化しているのではないかと考えられてるんです。 PTSD って例えば何ですかね、日本で特に有名になったのはこのことが、ベトナム戦争に行った兵隊さんとかがヘリの音とかを聞いてバーってなったりとか、夜に実際その音が鳴ってないけど戦場にまるで戻ってしまったような気分になってフラッシュバックが起こって動悸が激しくて辛くなっちゃうみたいなことで知られた言葉でですね、辛かった時の状態に自分の気持ちとかが引き戻されてしまう状態を言うんですよ、 PTSD って。すごい第一章の時に言ったんですけど、僕医学の専門家じゃなくて本当にざっくりした言い方で不正確な面があったら申し訳ないですが、そうするとですね、ハラスメントが止んだその後もその人の顔を見るだけでそれ動悸が止まらないんだとか、あとその人の声を聞くだけで辛いんだみたいなことが起こる、あと実際その人がいなくても現れるんじゃないかとか、こういう目に遭うんじゃないかっていうところをビクッてしてしまうっていう心の動きが生じるようなんです。でこれ僕も相談に乗ってて思うんです。その結果何が起こるかというと、まず典型事例としてですね、認知が歪んでしまいます。認知が歪むってなんかすごい悪いみたいに言うんですけど、それしょうがないです。自分を守るために起こっていることなのでですね、例えば組合がですね、よいしょ、会社に対してダメだよって、ハラスメントはダメだよって、これ以上翔ちゃんいじめちゃダメだよって言ったら、しょうがないってやめるかって会社はなるんですよ。そしたらで一方で僕は組合にですね、翔ちゃんってハラスメントっていうのは証拠を取らないといけない、証拠をちゃんと突きつけないといけないから、もし仮にこの問題が今解決した後でも職場で何か困ったことがあったらいけないから、証拠を取ろうって、証拠を取るために行くようなもんだと思って自分に元気づけて無理しない範囲で頑張ってみようよみたいな話をしてたりするもんなんですよ。で一方会社はですね、ハラスメントの尻尾をつかまれちゃまずいぜって思って、あとさすがにそれやりすぎだったなと思って露骨なことを改めるみたいなことがあって、それまでおはようございますって言わないとか無視してたのに、おはようだったんですね、よいしょって
たりとかですね、あと怒鳴ってて、なんだお前はみたいに言っていたのが、まあ、もうちょっと気をつけたまえよ、ね、みたいにあのなることがあるんです。これって改善に他ならないんですけど、例えばよりやり方が狡猾になったんだと、あの被害的に受け止めすぎてしまったりとか、あと組合に言われたからわざと私におはようと言ってきたとみたいな被害的な受け止め方に転じてしまうことがあるんですよ。まあこちらからするとどうせ中年っていう気持ちも持つかもしれないんですよ。あと実際狡猾になってることもありえるんですけど、狡猾になった結果それがハラスメントとまで言えない状況であれば、それを追求していくことはなかなか難しいというところと、あのここで一つですね、自分で自分を苦しめる要因としては、あの相手の負の感情を察知したらそれがハラスメントであるかのように辛く感じてしまうんですよ。そこで PTSD が引き起こされてですね、あの人間なんですよ私たちは。だから人の好き嫌いはあって当然です。誰からも職場で好かれてる状態なんてまあありえないですよね。あのすごい強権的な支配をしている社長は表面的に好かれてるように見えますけど、みんな嫌ってるでしょうね、そんな社長のことなんて。だから誰々さんが私のこと嫌いなんだっていうことは あるんですよ。でその嫌いな気持ちが本当は原さんはそれを隠さないでいい立場になってからわーってやってくるじゃないですか。わーってそれを組合からやめろって言われて止まった状態で、けど嫌いな気持ちって見えるんですよ。これが見えたからといってそれはハラスメントじゃないんです。この人は私のこと嫌いなんだなということは、ある意味では自然でもあるし、あとそれを表に強く出しすぎた時に追求できることなので、それがハラスメントを改善 していないんだよみたいな受け止め方をしてしまうと、自分で自分を弱くしちゃうんですね。この人は当てつけのように私に毎朝おはようって言ってくるから、それは ハラスメントなんだって、だんだん被害を受け止めて辛く、でなんでそんな認知の歪みが起こるかっていうと、そういう時に大なり小なりその辛かった思いと今の自分を重ねてるんですよ。過去辛かったってことと今こうであるっていうですね。でそれをおはようと言われてるのに辛いはずはないから、正当化しようと思ったら悪意があるって思わなきゃいけないじゃないですか、みたいな悪意を自分で作り出してしまって傷ついていると、そういうケースがかなり多いような気がします。これがですね、ハラスメント問題で解決した職場に戻ったんだけど、やっぱり辞めたいっていう人が後を絶たない原因でもあるんですよ。で当然そういうトラウマに取りつかれながらビクビクしてやってる状態だと自分も追い詰められていくし、そうなると仲間も増えていかないわけですよね。そうなると職場での孤立を深めてしまって辛くなってしまうみたいなことはですね、起こり得るの でこの論文、この論文って言いながらですね、論文があってですね、今会場で参加している方には論文なのでですね、そんなに全部読みたいって人が全員じゃないと思うので、3部だけプリントアウトして今2部残っているので、よかったらぜひ目を通してほしいんですけど、パワーハラスメントにより PTSD を発症した女性に対する認知行動療法、価値に沿った行動の拡大と QOL の向上っていうですね、実際 のハラスメントを受けて、しかもかなりひどいハラスメントを受けたんですよ。ロッカーに閉じ込められるとかですね、声が聞こえましたね、ってですね、そういうですね、それでそれはトラウマにもなるし PDS にもなりますよね。どうやってじゃ今起こっていることはこうだからこうしてみようかみたいなところから立ち直っていったかっていうレポートと、あとその時に PTSD を治す時に、ちょっと僕が論書を読み違えてたら大変申し訳ないんですけど、研究者の方も認知行動療法っていうやり方があって、つまり実際にあなたが思っている恐怖っていうのは実現しないんだということをですね、実際に体験することでちょっとずつ慣らしていくとねって、その不安は実現しなかったでしょとか現実にならなかったでしょみたいなことをやりながら回復していくと、それがもっと職場に必要なんじゃないかっていうことを言ってるんですよ。でこの事例ではですね、労働組合がおそらくこれ介入していなくて、結構ひどいんですよ。そんなハラスメントが起こった後であってもその上司と顔を突き合わせないといけない状態で働き続けてると、でこんな職場が増えるであろうと、だから認知行動療法を取り入れるべきだと。組合が入ったらそんなことにならないんですよね。限定的などうしても外せないみたいな事情がない限りはですね。なのでですね、そこをもし興味ある方は読んでみてくださいというところと、あとさっきのですね2番に戻って、そんな職場はやめた方がいい問題の個人編
なんですけど、もしもパワーハラスメントの心の傷が PTSD 化してしまっていると、次の職場に行ってもその被害が起こる可能性があるんです。違う職場のはずなのに前の職場の記憶がフラッシュバックして自分を苦しめてハラスメントだというふうに感じてしまう。だから事実じゃないことをたまに言ってくる相談者の方が場合によって追い詰められた結果移転にもつながるんです。別に僕何かをバカにしているというよりは、こういうフラッシュバックによって辛い思いに直面して認知が歪むんですよ。それで自分を守るためですね。だから実は組合員の中にもハラスメントで辞めて復職してまたハラスメントだと言ってみたいなことが何回か起こってしまったみたいな悲しい事例もあるんですね。これ少し疑われるんですよ。トラウマ化してて全然この人は大丈夫なはずなのに、この立場の人から言われたらものすごく自分が凍りついてしまう、辛い思いが蘇ってしまうんですね。そういう時にはすぐにカウンセリングとかですね、医療の助けが必要になるのでですね、そこをまず回復させてどうするかを決めていくべきだと思います。で、この認知行動療法のレポートを見ると、実際その職場で起こった悪いことが起こった場所にちょっとずつ場所を慣らしていってがあるので、その環境に適応できたらよりいいのかなと思って読んでいてですね、この自分の内面に起こってるやられすぎてしまって心が深く傷ついたってことに向き合わずに、外的要因つまり職場にだけ理由を何ですかね、職場だけが原因であるという判断をして退職をしてしまった場合は、次の職場で PTSD で自分がやられる可能性もなくはないんだという。だから僕もこれを読んだからというか、経験則的にハラスメントの被害によって辛い思いして辞めていく仲間には十分に治るまで休もうっていうふうに言ってたんですが、それもそれは当然休まないと辛いでしょうぐらいで言ってたんですけど、こういう観点からも間違いじゃなかったんだなということはですね、非常に分かるところです。だからぜひですね、そして認知の歪み、これなんかすごいきつい言葉に聞こえるかもしれないですけど、人は認知が歪むんですよ。どうやったってですね、自分の守るため、場合によっては自分に都合のいいように歪んでしまうこともあったりですね、それは自分ではなかなか気づけない問題なのでですね、そういう時こそですね、例えば組合の仲間の皆さん、特に組合はよく集まりをやってるので、みんなでそういうところで話す中でですね、これどう思うみたいに話して、あ、なるほどねみたいにですね、それは必ずしもこうじゃないよとか、そういう他の人の意見非常に大事になってくるんだよというところを、一人で悩まずまずは相談っていうのはそういう意味でもあるんですよ。そこでどん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 辛いと、その人の中では被害がずっと起こり続けて、そしてさらに辛くなってが繰り返されるので、そしたらまた新たなトラウマをそれが生じてしまってですね、そのスパイラルから抜け出せなくなって弱っていってしまう人っていうのが発生することにもつながりかねないなというふうに思っております。最後ちょっと自分で自分を苦しめてはいないかっていうところはですね、これはもう私たちみんなに言えることで、何かがあったらまたそれが起こるんだって言って無駄に自分を苦しめがちなですね、ことがあるっていうところから PTSD 化してしまって辛い思いをしているみたいなところまで含めてですね、だから分かるんですよね。確かにおはようございますって急に無視してた人が言ってきたら、逆にそれがハラスメントみたいに感じる心って、だって自分は辛いんですもん、その人に辛い状態を正当化するには、自分が悪者で自分がおかしいんだなんて辛い時に認めたくないというか、認めたら心が弱っちゃいますよ。だから相手が嫌がらせをしてるんだっていうふうに帰結させると、こんなことはあり得ると思うので、ただそれによって自分がさらに弱ってしまうというのは実際起こっているのでですね、本当にそうかと改めて考えられる場を設けると、多分この PTSD の事例を見るとかなりひどい事例で、本当に弱り切った時は自分を冷静に見てくれって言ってて無理だと思うんですけど、弱り始めの時にその自分で自分を傷つけすぎない、被害的に受け止めすぎないっていう意識が持てると、職場の改善を素直に受け入れることができて、職場をもっと働きやすい場に変えていくことができると思います。ちょっと最後は広がって踏み込んで、止まりきらすみたいなところですね、いろんな方向に話があるわけです。そして相変わらずね、サンちゃんというのは少なかったので、ね、こんな感じでパワハラについてのですね、講義をさせていただきました。まとめるとですね、何があってももうおかしいと思ったら、まず自分が被害になったら元気なうちに証拠を取ってすぐに相談です。
これってパワハラなのかな、もうちょっと様子を見ようと思うなら、様子を見ながら証拠を取って元気なうちに相談に来てください。相談したからってデメリット何もないので、相談の秘密は当然守ります。すぐに相談に来れるかどうかが、まず自分がハラスメントに遭った時に自分が助かるかどうかを左右します。そしてその上で他の人のハラスメントを決して見捨てないでください。今組合に入ってない人でも他の人がハラスメントに遭っているっていう状況を見たら、一緒に来て一緒に組合に入って今から始めれば職場環境は必ず良くなります。まあ、そういった形でですね、日本で今働く多くの労働者が職場のパワハラによる精神疾患に非常に苦しめられています。みんなでですね、この問題を自分ごととして立ち上がってですね、協力して職場環境を変えていくことができたらなと思います。皆さんご清聴ありがとうございました。